はい、どうもこんにちは、塾長です。サムネを見てもらって、お分かりの通り、今日はナイキのスニーカーの紹介でございます。今日買ってきたのがこちら、じゃん。今日はこのナイキのエアフォースワンのレビューと、あと実際に今メルカリとかフリマアプリで、結構偽物とかがね出回ってるんで、これ実際にナイキの店舗に行って直接、買ってきたものなんで、詳しく中を見ながら中に入っているもの、まあ同封されているもの、タグとかをね詳しく見ていけたらいいと思います。そのついでに今日は靴紐の結び方を今日2種類ちょっとやっていきたいなと思っております。ではどうぞ。はい、ということで、早速、箱の方を開封していきたいと思います。まず箱なんですけども、エアフォースワン、これ正規品のね箱、まあ見ていただいたら分かる通り、まあ箱はこんな感じですね。よーく見てください。これ偽物だとね、ここの色味がちょっと違ったりだとか、まあこのバーコードのタグ、まあちょっと文字がおかしかったり、文字の配列がおかしかったりっていうのがあるそうです。裏面はちなみにこんな感じですね。はい、箱の方をね開けていきたいと思います。はい、まず箱を開けてもらったら、まあ、包装紙ですね。エアフォースワンと AF1 と書かれた、まあこの紙の、本当にただの紙ですね。ペラペラの油取り紙みたいな紙質の紙がまず1枚入ってます。これあのよく偽物だと、逆にツヤツヤしたね、すごい油っぽい感じの紙が入ってることもあるそうです。そしてまずナイキのね人気モデルエアフォースワンについてなんですけども、まずナイキはアメリカでね誕生して、これまでにね数多くのまあ名作と呼ばれるねスポーツシューズを誕生させてきた、まあ有名なブランドですよね。エアフォースワンっていうのはね、もともと1982年にバスケットボール専用シューズとして誕生しております。まあ名作とも呼ばれるほどのシューズなんでね、知らない人はいないと思います。はい、これがエアフォースワンの外観でございます。見えますかね、見づらかったらすいません。ちょっとまあこんな感じで、まあ靴が入ってますよと。でちょっともう一個も出してみましょうか。まずタグの方からねちょっと詳しく見ていきたいと思うんですけども、まずまあこれシューズね出してもらったら、この黒タグと言われるね、よく黒タグ付きっていう書かれているものがこれのことになります。はい、これの今近くで実際にね実物正規品の文字を見比べていただくとね、自分のフリマアプリなんかでね見ていただいてる文字となんか違うなと思ったら買わないでください。それは偽物です。まあ黒タグっていうのはね、まあこういう説明書きですね、本当タグのことですね。まあこれが1枚入ってますよと。見えますかね、これが正規品の黒タグの文字になります。でまずこのエアフォースワンなんですけども、このミッドソールに衝撃を吸収するエアバッグ状のクッションをね挿入した機能を主にまあエアと呼んでいるということですね。1978年にね生み出した革新的な機能で、そのエアーをバスケットボール専用シューズに組み込んだ初のモデルとして、ハイテクバスケットボールシューズとも呼ばれているのがこのエアフォースワンになっております。はい、裏面はこんな感じ。誰しもが一度は見たことある靴がエアフォースワンだと思います。同梱されているものですね。まあこれ買ってきてそのままなんで、シューズキーパーは入ってないですね。こういうまあ紙状のものがそれぞれ各片足ずつに入ってますね。シューズキーパーではないです。中のソールなんですけども、右足の方にはこのエアフォースワンというね文字、ナイキの印字とエアフォースワンっていう文字が入ってます。で左足の方にはね、ちょっと僕が今回買ってきたものには、左足にはねナイキエアーというねあの印字がちょっとないんですよね。 見えるかな、こっちにはあるんだけどこっちにはないんですよね。こういう仕様になったのかな。この中のタグには QR コードがねついてます。この裏面、このソールの裏面、これのり付けされてるんですけど、こののりがねちょっとまばらだったりとか、この中の糸ありますよね、見えますかね、中に赤い刺繍があるんですけど、この糸
感覚がやけに広かったりねするのが、偽物の特徴らしいです。ナイキの正規店で買ってきたそのまんまの状態を開けたエアフォースワンがこちらですよっていうのが、はい、これです。はい、エアフォースワンね、一足持ってれば間違いないと言われているね、このエアフォースワンですね。で、このエアフォースワンなんですけど、エアフォースワンにはね、ちなみにローカットとミディアムカットとハイカットの3種類のモデルがね、ちなみに用意されております。あとはいろんなねカラーのエアフォースワンはもちろんあるんですけど、ナイキの名作がエアフォースワンです。では早速エアフォースワンローの、かっこいい靴ひもの結び方を2種類今からやっていきたいと思います。はい、それでは1つ目の靴ひもの通し方を皆さんに説明していきたいと思います。1つ目の靴ひもの通し方は、アンダーラップの靴ひもの結び方となっております。ちなみにこのこっち側の靴ひもの状態は買った時のままなんですが、このようにアンダーラップで靴ひもが通されています。店頭とかでね購入された方は裏のね在庫とかからね持ってきて直接ね箱から出してもらった方なんかはこの結び方になってると思います。まああくまで箱に入ってる状態で出荷された当時のままの状態であればこのアンダーラップの結び方になってると思います。店舗によってはね靴ひもの結び方を変えているっていう場合もあるので、あくまでもこれが基本のナイキの工場出荷時の結び方になってます。やり方はすごい簡単で、まずこちら側の靴ひもを持っていただいて、アンダーラップという靴ひもの結び方なので下の方から上に通していきます。こちらのシューホールに下から上に靴ひもを通していきます。そしたら反対の靴ひも、こちら側ですね、こちらの靴ひもを下から上に通していきます。はい、で靴ひもを通すときに、靴ひもがねじれてたらねちょっとかっこ悪いので、ちゃんとフラットになるように通していってください。そしたら次ねこちら側の靴ひもも同じように下から上に通していきます。であとはこの動作をずっと上の方まで続けていくだけです。下から上に下から上にという動作をね繰り返し続けていくだけです。中から外に、通していたんですけども、一番最後のシューホールだけは、外から中に靴ひもを通していきます。でこちらも同じように最後のシューホールは外側から内側に通していきます。でここまで来たらあとは輪っこを作ってここで結び目を作ります。こちらで一つ目の靴ひもの通し方は完成です。はい、こんな感じです。はい、それでは2つ目の靴ひもの結び方をやっていきたいと思います。1つ目の靴ひもの結び方はこちらが先ほどやったアンダーラップの靴ひもの結び方ですね。これから紹介するのはアンダーラップではなくてオーバーラップの靴ひもの結び方となっております。まず最初に、こちらの靴ひもを持っていただいて外側から内側に靴ひもを通していきます。続いて反対側の靴ひもを持っていただいて外側から内側に靴ひもを通していきます。
ねじれてきたらね直してくださいね、かっこ悪いんでね。で同じように、外側から内側に通していきます。あとは同じようにこの工程を上まで続けていきます。はい、でこのように、一番上の方まで靴紐を通していただいたら、靴紐を結んでいただいてもいいんですけども、まあ先ほどのようにね、まあ、輪っこを作っていただいて、まあこのようにね結んでいただいてもいいんですが、ここで靴紐を結んでいただいても全然大丈夫です。こんな感じですね。私が好きなこのエアフォースワンのスタイルは、ちょっと中敷きをね取ってしまいます。はい、こんな感じですね。はい、で取ったら奥にしまってもらって、よいしょ、ここにねもう中に奥に入れちゃいます。である程度ねバランスよく入ったら、このままね中敷きを元に戻してもらいます。よいしょ、はい、こんな感じですね。この余った靴紐をこの中にね、靴の中敷きを取ってもらって中に入れて、そのまままた中敷きを戻してもらうと、そうすると結構すっきりとしたね印象にスニーカーがなると思います。どうですかね、これ出荷時の状態、これ今通したね靴ひもの結び方の状態、こっちの方が多分ねすっきりして多分かっこよくね履けるんじゃないかなと思います。こんな感じかな。はい、エアフォースワンの紹介でした。はい、ということで、皆さんいかがでしたでしょうか。ナイキエアフォースワンのね靴ひもの結び方やっていきました。多分ね最初に見せた方とね、これ今さっきね、俺がね靴ひもを結んだ方ね、多分どっちがいいかって言われたらね、まあ好みだと思うんだけど、アンダーラップのやり方でも全然いいですし、まあ、エアフォースワン履くならこの靴ひもの方がすっきりしてね、まあ、見た目もいいかなっていうので、どっちもね好みだと思うんで、自分の好きなようにねスニーカーライフを楽しんでいただけたら、いいと思います。はい、ということでちょっとでもね参考になればいいなと思って、まああくまでちょっとね靴ひもの結び方についてちょっと今日は軽くね動画にしてみました。今日はね2種類だけだったんで、そんな難しい靴ひもの結び方はやってないのでね、これちなみにね最後にやったねオーバーラップねの靴ひもの結び方で、はい、まあ履いた時にね、まあよりこのエアフォースワンが生きるんじゃないかなと思いますんで、もしよかったらぜひ皆さんやってみてください。じゃあまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。